はい、ライブ配信始まりました。まだ何もできないんだ。はい、駆け足テレビ。じゃーん。本日は6月の15日。本日第2回目か3回目の放送になります。さあ、特別サービス。ただいまテレビ局のスタッフルームにおいては。そうなんです。珍しいですよ。こんな女性がいっぱいいるなんて。女性1。おお、手元の美しい女性ですね。おセロテープ剥がしてますね。おお、両手で。ふーんって封印作業ですね。そうなんです、ね。封印。おお。だからちょっと丸っこいテープ元ですね。もしかしたらいつもの子かしら。いつもの子です。いつもです。そうよ。でも今日はね、手伝ってもらってはかどってる。もう一人。ああ、これもう綺麗な手が丸っこい手ですね。丸っこい手。おお。テープはまとめまとめてああ焦ってますね。緊張してすみません。ということで。まあこの封筒の山綺麗なもんですね。封筒の山山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 小山田市長出馬確実。読めますね。読める読める。任期満了、来年1月に控え、去就が注目されていた小山田久志と和田市長が再選に向けて動き出した。速報って書いてますね。14日、同市の後援会幹部会がサンロイヤル戸和田で開かれた。非公開の会議後、本市らの取材に応じた小山田市長は、後援会の皆様からぜひとも続けてやってほしいとの強い要請がありました。大変ありがたいことだと受け止めました。とはいうものの突然のことですし、私は家内が一番大事だと思ってますので相談し熟慮した上で本会議に臨みたいと思いますと述べた。さらに就任時は本当に財政が厳しくて1年後の予算が組めるのか苦慮しました。幸いにも市民の皆様の理解や職員の協力が得られ今はいい方向にある都市。初めての政治活動で戸惑うことばかりだった。なんとか乗り越えることができたが、まだまだ成果途上の課題がいっぱいあると、言外にこれからもやり続けたいとの意欲をにじませた。体調も良好とのことで、出馬を遮る要素は見当たらない。石橋芳雄議員は18日の一般質問では、私が再出馬を要請しますと明言した。すごいですね。掛橋新聞というのは封筒で、封筒に記事書くんですね。プレゼントコーナーいいですね。花嫁募集コーナーとかね。いいですね。いいかもしれないですね。花婿、花婿。マチコン。ということで、一生懸命封筒入れ作業をしている掛橋テレビスタジオから3分30秒の生中継終わります。今日は4時、夕方の放送はやめようか、もう午前中もやったしね、ということで、まあ来たついでですから掛橋新聞の、スタジオのスケジュール版ですね。第8号発行日明日ですね。おいしょ。第9号の予定が入ってますね。ね、もう9号になるね。9号、三十日ですね。いいですね。こういうスタジオの風景で、どっちかというと殺風景ですけど。では、挨拶。あ、おはようございます。まあ、終わりの挨拶。あ、終わりの挨拶。本日はこれにて一件落着。皆さんどうもありがとうございます。まもなく終わります。